中で暮らして楽しくて、で、外に出ても快適な空間が感じられる。その快適な環境は何か。内も外も豊かな住宅とは。うちの研究室は建築の設計ですね。で、特に住宅の設計と、住宅地の設計ということを、やっています。まず住宅の設計って言いましても、もちろん人が暮らす内部の空間って大切なんですが、ほとんどの部分が外の部分も多いわけですよね。庭にあたる部分なんですが、内部空間の豊かさと外部空間の豊かさ、基本的に同時に必要だっていうふうに考えています。いくつかの建物が同時に、設計できるとしたら、例えば、建物と建物の間の空間とか、そういったものがちょっといつもの作り方とは変わってくるわけですよね。だからその辺をどういうふうにデザインしていくかを中心に考えていっています。千葉市の都市公園の中に立つ集会所っていうものを、作りました。で、普通であればこの部分が実は集会場になってるんですが、それに匹敵するぐらいの大きさの、外部のスペースっていうのがあるんですね。公園を、通り抜ける人とか、そういうふうにスポーツをした人とか、そういう方たちが、気軽に利用できるように、こういう外部のスペースを設けているというのが一つの特徴です。こちらは、完全な外部空間です。で、この部分っていうのは、屋根のある外部空間。で、こちらが、屋根のある内部空間ということで、集会所と外との、接続になるようなスペースを重視して作っています。